平安丸は、かつて日本郵船が所有、運行していた、貨客船。なお、1951年に2代目にあたる、貨物船、平安丸が建造されているが、本港では1代目の貨客船について解説する。平安丸は、ひかわ丸級の3番船として、大阪鉄工所桜島工場で1929年6月19日に、 寄港し1930年4月16日に浸水11月24日に竣航した船橋には平安神宮を祀る氷川丸九級三席は頭文字 H を持つ神社名に由来している本船は12月18日香港を出港しシアトル航路に就航した戦価は665万円であった 1941年8月、日米関係悪化により、本船は空船のまま急遽シアトルを出港し、横浜港に戻った。これが戦前のシアトル航路の最終航海となった。同年10月3日に日本海軍に徴用され、16日付で横須賀陳述所属の特設潜水母艦となる。15日から、 真珠湾攻撃をまたいだ12月30日まで、三菱重工業神戸造船所で偽装工事を受けた。工事中の12月20日に、第6艦隊第1潜水船隊付属の潜水母艦となった。工事により15センチ砲や2連装1 3トル広角機銃その他即居技や単焦灯などが装備された。 31日から1942年2月17日まで輸送任務としてクエゼリン干渉とクレトの間を往復3月16日から18日までにかけて横須賀に移動停泊中の7月14日に第1潜水船隊機関となる平安丸は補給用魚雷や弾薬を搭載し8月18日に横須賀を出港24日に トラック白地に到着している。12月25日からはトラックとラバウルの間を往復した。1943年に入り、平安丸はキスカ島を撤退作戦に参加するべくトラックを出港し、5月4日に横須賀に到着。15日に第5艦隊の指揮下に入る。27日に横須賀を出港し、6月2日にバラムシルに到着する。 作戦十字中、イニの板倉光場艦長が海に転落する騒ぎがあり、これに気づいた。平安丸はいかにされしやとの信号を送る。イニは艦長が海に転落したことを誤魔化すため、敵者救助訓練を実施せり、作業完了、異常なしと変身してきた。作戦終了後の8月1日に、第6艦隊第1潜水戦隊機関に復帰し、 14日に、横須賀に帰還した。9月16日には、第17師団のラバウルに輸送する定2号輸送に、加わるため横須賀を出港。20日に、上海に到着した。同地で、特設巡洋艦、清澄丸、五国丸、水上規模艦、秋津島などと共に船団を組み、9月24日に、上海を出撃。船団は十月五日に、 ラバウルに到着し、兵員、物資を揚陸した。平安丸は6日にラバウルを出港。9日にトラックに帰還している。14日にはトラック発横須賀行きの第4014交戦団に加わって出港。21日に横須賀に到着し、23日から11月7日まで改装を受ける。大やけ試み後、14日に 横須賀発トラック行きの第3115船団に加わって横須賀を出港。24日にはトラックに到着。以降は沈没するまでトラックを離れず潜水艦に補給物資を供給し続けた。1944年1月15日、訓練部隊である第11潜水船隊に編入。2月17日、アメリカ海軍の 第58任務部隊によるトラック島空襲で、左舷船尾に直撃弾1発、試金弾数発を受け推進機が破損し、6番戦争が浸水したが、乗員の必死の排水と、応急修理で残存した。翌18日の空襲で、左舷中央部に直撃弾2発、魚雷1本を受け、中間板と下間板、機械室の一部が破壊され火災発生。 総員大去となり、9時30分に転覆沈没した。同年3月31日除籍及び海洋。現在、平安丸は、夏島の北西水深36メートルの地点で右辺を上にして、横転状態で沈んでおり、原型を留めている。戦争には、魚雷や、潜望鏡などがある。ありがとうございます。